どうして物置で寝泊まりしなきゃならないんだ。いいじゃん、君らしくって。俺らしいってどういうことだよ。マナの時はこんなことなかったのにな。そりゃ三枝さんがいたし、変なことしてもぶっ飛ばせる自信もあったから。あのな、ここ星見市は都心から電車で1時間ほどのところにある、どこにでもあるような町だ。流星群が綺麗に見える町というこの名前にちなんで、夏には流星群を見る祭りも開かれている。永瀬マナ、この町から突如現れたアイドルが育った町として星見市は有名になった。そして彼女がホストを務めた流星群のお祭りは過去最大の来場者を集め、町は人で埋め尽くされた。何考えてたの？お祭りの時覚えてる？忘れられないな、大変だったから。私は楽しかったよ、すごく。海に行こう、私も見たい流星群。無茶言うなよ、今どれだけ人がいると思ってるんだ。私がホストなんだよ、なのに私が見られないなんておかしくない？もうあとはみんなで流星群見て終わりでしょ。だったらいいよ、行こうよ。近くにいる人にバレたらどうする。今の永瀬マナは超人気アイドルなんだぞ。変装すれば大丈夫だって。わあ、綺麗。大きな声出すとバレる、サングラスずらさないで。だって見えないんだもん。大丈夫、平気平気。私小さい頃からこの町住んでるけど、こんなに星見るの初めてかも。君は？どうかな。君らしい、つまんない答え。面白くなくてすみませんね。ここは人多いからもう少しこっちに。あんまり前見えなくて。ねえ、何？手つないでもいい？は？前見えなくて。見つかったらどうするつもり？週刊誌に載ったりして、永瀬マナマネージャーとの禁断愛、三枝さんにぶっ飛ばされるね。ぶっ飛ばされるじゃ済まないよ、海に沈められる。そんなに？芸能界の暗部を知ってるって言うからな、三枝さん。じゃあ。そう言うとマナは俺のシャツの裾をつまんだ。くっとわずかにマナの手が服を引っ張る感覚が伝わる。これならいい？仕方ないか、これはデートなのか。いや違う、俺はマネージャーだ。マナのアイドルとしての成長をサポートする存在だ。マナにお願いされたあの日から。楽しかったね。そうか。うん、みんな喜んでた。私が有名になってこの街の人も幸せで、たくさんの人が笑顔で星空を見上げていて、もちろんライブで歌を聴いてもらうのも幸せだったけど、あれは特別だった。黙って聞いていると遠くの視界に人の姿が見える。海岸で少女が踊っている。長い髪に美しいスタイル、あれは琴乃。